赤い目で金色、本当に金魚です。しかもピョンとしたチャームポイントもある。注意して、情報が正しければ四大精霊とやらを使うはずよ。ジェルル、おい、今ジェルルって言ったぞ。つまり私たちを美味しいものと見てる。まさか人食いペンギョンってわけ。待ってください。ジュードペンギョン、確かにミラは食いしん坊だけど無意味に人を襲ったりは絶対しないよ。ギュル、あれ、この金魚はミラじゃ。大丈夫？お腹が空いて、連絡を聞いて飲まず食わずでここまで来たから。そこまでだ。証拠りもなくまたペンギョンをいじめているのか。食べるためならまだしも、不吉だからなどという曖昧な理由で命を奪うのは見過ごせない。ペンギョンたちに代わって私が相手をしよう。何なのよあんたは。私はミラーマックス、今はペンギョンの守護者だ。ナナの肩、ラウンドエッセル、消えろ、天に届け、消えろ、この手無事月下天職、ナナの肩、こいつはどうだ、ジェストホイール、消えろ、この手無事月下天職、ライガー、ジェストホイール、襲撃一刀、この距離なら外しません。ゼロの肩ハク、ラウンドエッセル、クラスターを開けた、ナナの肩、このままでは終わりだ。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 マジェストホイール、マジェストホイール、アサルトダンス、マジェストホイール、キャッチボールの場、マジェストホイール、火となりてなぎ、水となりてまい、風は刃、死は槍に、死体を放て、スプリームエレメンツ、ルナテ、この程度は終わらない。つむじ月下、無事故は死天職、この次は死天職、ライガーで終わらせ、死天職、ここだ、つむじ故だ、つむじ月下、死天職、容赦しない、消えない傷を刻んで果てろ、リーサルフェイ、マジェストファミリー、つむじ月下、無事故、オーバードライブしろ、ネガティブフォルト、手ごわいな、迷いのない立ち筋だ。そっちこそ、ジュードが言っていた精霊の主というのもまんざら嘘じゃないわね。ジュード、ジュードを知っているのか。彼は今どこにいる。そこよ、ジュード、よかった、無事だったのだな。ミラ、僕がわかるの？当たり前だろう。多少小さくなったが、君は君だ。何も変わらないよ。ありがとう、ミラ。何も変わらないと言われると、
ちょっと複雑だけど。うん、確かにこの姿は少し困るな。レイアやエリーゼは心配するだろうし、アルヴィンにはしつこくからかわれそうだ。元に戻る方法はあると思う。前に一度この人たちと戦った時はできたんだ。戦った？やはりペンギョンを虐待する不届き者か。違うってば、全部勘違いよ。この人たちはミラの情報を教えてくれたんだ。ペンギョンのこともいじめたりしていないよ。そうだったのか。すまない、どうやら私が早とちりをしたようだな。皆さん、連絡ありがとうございました。筋を通しただけだ、礼には及ばん。仲間と会えてよかったね。けど何も解決していないわよ。大丈夫だ、解決法は二人で探す。柔道を元に戻す方法も、リーゼマクシアに帰る方法も。え？クイッ！おう、お前も一緒に来るか。その金魚は？うん、なぜか懐かれてな。私も他人とは思えないのだ。そうだね。行っちまったぞ。いいのか？アイゼン、ミラは聖主と関係があると思う？いや、あいつの術は俺たちの精霊術とは根本から原理が違うように感じた。じゃの、むしろ他の世界から来たというのに納得じゃ。そう。なら放置でいいわ。タイマ氏を倒している以上、聖霊に手を貸す心配もなさそうだし。でも、味方になってくれるかもしれないよ。どうかしら。味方にするには、あの精霊の主様は相当手強そうよ。ちょっとベルベットと似てる気もするけど。うん。それに、ジュードペンギョンをエレノアが食べようとするかもしれないしな。食べませんよ！Thank you.